アンダーソン、モーリートモツネ法律事務所は、日本の法律事務所、日本の四大法律事務所の一つとされる。組合であるアンダーソン、モーリートモツネ法律事務所、弁護士法人、アンダーソン、モーリートモツネ法律事務所、アンダーソンモリアンドトモツネ、LLP 及び、アンダーソンモリアンドトモツネ CEO、リミテッドによって構成されており、香港中村アソシエーツ、 ジャカルタイチ &A パートナーズ及びシンガポール DOP ローコーポレーションと提携している。2018年4月現在、弁護士の数では日本2位の規模。2005年1月1日に当時の4大法律事務所の一つであったアンダーソン・モーリー法律事務所と友も木村法律事務所が統合することで設立された。アンダーソン・モーリー法律事務所は、 1952年の日本の主権回復直後に、米国弁護士のジェームス・ビューエル・アンダーソンにより、設立された事務所に橋を発する。占領軍統地下においては、1949年制定の弁護士法の下外国弁護士資格者は、最高裁の承認を得て弁護士会の巡回員として、日本において、特定の外国人または外国法に関して、 法律事務を行うということができるという特例が認められていた。この特例は1955年に終了したが、すでに巡回員である外国弁護士資格者はその後も引き続き業務を行うことができた。アンダーソン・モーリー法律事務所はこのような巡回員法律事務所の一つとしてスタートした。現在やかつての名称に含まれるアンダーソンも、モーリーも、ラビノイツも、 こうした、巡回員のパートナーであった米国弁護士の名前である。巡回員により設立された同事務所は、日本人弁護士を雇い入れて、業務範囲を拡大し、上記3人の米国弁護士パートナーが日本を去った、後は、もっぱら日本の弁護士のみをパートナーとする、法律事務所となった。一方、ともつね木村法律事務所は、障害証券、金融法務を専門とする、 いわゆるファイナンスブティックであり、1960年代に設立された当初から日本人弁護士のみによる障害事務所であった。企業法務金融法務及び総称のほか独建法や労働法、さらにはアジア関連業務を取り扱う。東京都千代田区に所在する法律事務所であるが、近年はアジア各地及び国内の地方に 新たな拠点を設けて、それぞれの地域に進出している。2002年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月6日閲覧。ニュース、東京オフィス移転のお知らせ、アンダーソン、モーリー、ともつ法律事務所。www.amt-law.com。2021年7月6日閲覧。ニュース、 東京オフィス移転のお知らせ、アンダーソン、モーリー、と法律事務所、www.amt-law.com2021 年7月6日閲覧、ありがとうございます。